はい、動画をご覧いただきまして誠にありがとうございます。今回はですね、動画を無料で作るという中のフレームカット編、いらないですねコマを切り取ってしまって捨ててしまおうと、そういった内容をですねご案内したいと思います。まず最初にご案内するのが Windows ムービーメーカーで、その後に時間があればですねアビーユーティルの方も、一緒にですねフレームカット、いらない尺をですね切り取るやり方をご案内したいと思います。ではまずですね、Windows Movie Maker という、Vista であればもともとパソコンに入ってるんですけれども、それを立ち上げた状態でですね、でそこに、切り取りたい動画のシーンがあるものをですね、読み込んでいきます。このようにして、動画をですね、つまんだ後に、このですね、Windows Movie Maker のここの欄にですね、映すことによって、動画を読み取ることができるようになります。ではですね、どこを切り取りたいかというところなんですけれども、例えばですね、こういったシーンがあるときに、はい、ちょっと再生ボタンを押してみます。そうしますとですね、最初に撮ったシーンが、これアボカドの種とか葉っぱなんですけれども、ブレてるんですね、このように。このようにグラグラグラーっとこう、まあ、わざとやってますけど、手ぶれしてしまってると。で、ここだけちょっといらないなーなんていう時に、じゃあこのシーンを切り取ってしまいたいという場合があると思います。でですね、じゃあまず手ぶれの画面を切るにはどうしたらいいかと言いますと、この上のあたりから、動画をですね、このストーリーボードというところにドラッグ&ドロップ動かしまして、でそれでですね、切り取りたいところで、手ぶれが終わって、画像が安定したところですね。それで、この分割というボタンをですね、押してしまいます。この分割というのを押すと、その一本の動画がですね、その分割を押したタイミングのところで、これで言えば 10秒7ブロックのところですね。そこで2つに分かれますね。はい。これでですね、分割が完了しました。これが、切り取ったところと、それから切り取った前のところと切り取った後のところですね。で、切り取った前のところを見ると、ちょうどグラグラしているシーンがあると。で、ここですね。グラグラしている前方のシーンのところを、右クリックして、削除としてしまえば、あとはですね、そのグラグラした手ぶれが入っているところを削り終わったところからの、その動画がですね、映すことができるということですね。これが、Windows Movie Maker で、時間のですね、いらない部分、フレームを切り取るという作業になります。でですね、ちなみにこれ、アボカドの根っこですね、種の。こんな風に発芽します。でですね、次が、せっかく時間についてやりましたので、時間をですね、早めたり、遅めたりすると、再生時間を変えてみようということでですね、そのシーンを、ちょっと紹介してみたいと思うんですが、これですね、アボカドのちょっと発芽した種を、半分水につけてあるペットボトルのですね、プランター、アボカドの、まあ、植木鉢みたいなもんなんですけれども、それがくる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 という回ってるですね、このシーンがあります。で、このペースでですね、構わないということであれば、このまま再生でもいいんですけれども、もしもうちょっとですね、この回す速度を早めたいなという場合はですね、このストーリーボードというところに読み込んだ、このアボカドの種がくるくる回るシーンの動画のところをですね、右クリックして特殊効果というところを左クリックで選んでください。ずーっと下に行きますと、スピードアップ、スピードダウンというですね、特殊効果があります。で、これは1個足していくごとに、それぞれ再生速度が、まあ、再生するスピードがですね、2倍ずつ、2倍、4倍、8倍、で、半分の場合は2分の1、4分の1、8分の1というふうに、スピードが変わってきます。
でですね、これを例えば2倍を入れて OK をしますと、このアボカドを回る速さ、このアボカドの種を回す映像の速さが2倍の速度で再生されます。で、もう一個ですね、特殊効果で、さらにスピードアップをもう一個2倍足しますと、今度はこれの再生速度が4倍になって再生されます。再生速度が4倍になるっていうことは、時間としては、4分の1になるということですかね。で、さらに早めたい場合は、このスピードアップ2倍を3つ入れて OK を押せば、これの再生速度が8倍になって再生されるという感じですね。ちょっとパソコンの処理が追いついてなくて画面カクカクしてますけど。で、もしこれをですね、ゆっくり再生したいなという場合は、このスピードアップを全部削除して、スピードダウン。これを1個入れれば半分、2個入れれば4分の1ですね。という特殊効果を入れて再生すれば、これで、再生時間がですね、半分になったり、4分の1になったり、もう1個足せば、8分の1になったり。スーパースローカメラじゃないですけども、ゆっくりの、もともと、リアルタイムで撮れていたものがゆっくり再生できるようになると。これを駆使すればですね、いらない時間を削ったり、早送りしたいところはさっさと進めてしまったり、ゆっくり見せたいところは、じっくりとですね、時間をかけて再生することもできるようになると。これでですね、動画のですね、時間軸の編集がかなり楽になるという感じですね。はい。ではですね、Windows ムービーメーカーでフレームカット、時間の削除やですね、それから早送り、スロー再生といったような編集を行う解説については以上です。ちょっとですね、また、アビーユーティルのフレームカットについてはすいませんが、次回ということで。はい。ではご覧いただきまして、誠にありがとうございました。またご覧くださいませ。ありがとうございます。失礼いたします。